はい、イージーストリンガーピストルテンションヘッド、まず、使うの前にスムーズに動けるかどうか、動作しているかどうか確認しましょう。で、そのピストルをこういうふうに持ちながら、なるべくこういうレバー触らないで、これの解錠レバーを押しながら、これをスムーズ動けるかどうか確認しましょう。これほんの少しね、スムーズに動いてないので、それを改善するためにほんの少しのオイルを塗ります。塗りすぎないようにね、ほんの少ししかいりません。まあこれぐらい。そしたらまあ軽く指で、もちろん反対側。少しだけで大丈夫です。で、これで動き良くなりました。じゃあ、あとちょっとパンプしてみましょう。もし、こういうところで、ほんの少し摩擦があったら、まあ結構摩擦があった場合は、こういうところも、ほんの少しのオイルを刺すといいですね。まあ、なるべく逆さまして、この程度。で、反対側。で、逆さまにして、まあ、数秒間ぐらい待って、オイルがね、ある程度中に入るように。で、逆さまのままにちょっとパンプして、これで動きが良くなります。じゃあ大体染み込んだと思います。あ、これでスムーズに動きます。これからガッタリはさらに快適になります。